こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーはコンビニのカレーです。セブン&アイプレミアムほうれん草とチーズのカレーです。ご覧の通り、写真の通り、あのほうれん草がたっぷり入ったカレー、なんですが、今日食べるこのカレーの私がチェックするテーマは何といってもチーズです。カレーとチーズの相性についてこの動画でも何度も申し上げてるんですけれども、カレーの辛みとチーズの味わいがどうも私自身はあまりいい組み合わせではないのかなという気がしてます。一つ、お断りしておきたいのは、それはあくまでもレトルトカレーの場合ということで、よくカレー専門店でそのチーズカレーというのはありますが、レトルトカレーに比べてそのソースにあまりこう煮込まれてないというか溶け込んでないものが多いように感じるものですから、反面、レトルトカレーのチーズ入りの場合はレトルトパウチの中で煮込まれるという点で何かこうミックスされたものがあまり美味しさにつながってないということを日頃から感じています。そういう面で今日のこのカレー、ほうれん草とチーズのカレー、もちろんほうれん草の味わいというのも大変気になるところではあるんですけど、そのチーズとカレーの相性今からチェックしたいと思っています。セブン&アイプレミアムほうれん草とチーズのカレーです。四角いチーズが4個入っています。いただきます。今一口カレーソースを食べたんですけど、ほうれん草の、味わい、そして苦味が強く出てて、とても濃厚なカレーソースです。チーズと一緒に食べてみます。このレトルトカレーは食べる前に申し上げてたそのカレーの中にチーズが煮込まれて混ざってるというタイプではないと思います。カレーはカレー、チーズはチーズといった形で、それぞれが独立してる味わいだと言っていいと思いますので、そういう面で心配してた混ざり合ってプラスの方向に働いていないというそういうことにはなってないですね。これはカレーソースについてはほうれん草がメインなんで、この味わいは私は決して嫌いではないんですが、ちょっと好き嫌いの分かれる味わいなのかなと思います。全体的には美味しいカレーだと思います。
ごちそうさまでした。まずまず、美味しかったと思います。食べ終えて感じるのは、ほうれん草、チーズ、そしてカレーといった組み合わせが、とてもバランスが良くて、それぞれが絶妙な相性で、構成されているというか、組み合わせになっているカレーだと思います。心配していたそのチーズの、味わい、酸味がそのカレーの味わいの邪魔をするといった点は一切なかったと思います。ただ味わい自体がとてもその個性的、ほうれん草の味わいが強く出てるカレーなんで、このあたりは食べる人によって美味しさについて意見の分かれる ところなのかもしれないです、はい、それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さようなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。